ロバートスノットグラスは、スコットランドグラス号出身のプロサッカー選手。スコットランド代表、ウエストブロムウィッチアルビオン FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。リビングストミ FC でキャリアをスタート。スターリングアルビオン FC へのレンタルを経て、2008年にリーズユナイテッド AFC に移籍。リーズでは2009の10シーズンにフットボールリーグ。 チャンピオンシップ昇格を達成した。2012年2月、キャプテンに任命されたが、リーズとの契約延長を拒否し7月にノリジシティ、f c に移籍2013から14シーズン終了後、ノリッジの降格に伴いハルシティ a f c に移籍しかし膝に重傷を追いシーズンを、丸々棒に振った。 2014から15シーズン終了後、春はチャンピオンシップに降格したが、スノットグラスは残留を選んだ。翌シーズン、昇格プレイオフを勝ち抜きプレミア復帰に貢献した。2017年1月、ウエストハムユナイテッド FC2020 万ポンドで移籍。直後に、ディミトリペーが移籍したため15試合に出場したが、無得点に終わる。2017から18シーズンは、 フットボールリーグチャンピオンシップのアストンーラ FC に期限付き遺跡に出された。2018から19シーズンはウエストハムに復帰。主力のアンドリー・アルモレンコが序盤に負傷したため、右サイドのファーストチョイスとなり、リーグ戦33試合に出場した。2021年1月8日、ウエストブロムウィッチ・アルビオン FC と2022年までの契約を締結した。各年代で、 スコットランド代表に選出され、2011年2月に A 代表初キャップ。ありがとうございます。